山田バサラ、さらば誰が呼んだか、心優しきファンクロッカー山田バサラです。アロです。はい、アロさん、お久しぶりでしたね。お久しぶりでした。お元気でしたか？元気だけが取り柄でした俺も元気だけが取り柄ですアロさん、今日は初めましての僕はバータグさんでしたが、とっても楽しい一日でした。ありがとうございました。ねえ、アロさんにとってバータグってどんなお店ですか？まだ私もなんだかんだ2回目なんですけど、はい、まあ、沖縄に初めて来た夜からたくさん飲ませてもらって、はい、盛り上げてもらって、はい、なんかもう、なんでしょうね、もう初めて会うのに家族みたいな人が、はい、やんやと集まるお店で、本当ですよね。なんかお客さんもなんかすごい楽しい人ばっかりで、もうマジックか何かかな、ね、みたいな。この時期でお客様がどれだけ集まるか心配だったんですけれども最高でしたね。よかったー。イエーイ。なんか今日ありがとうございます。今日実はですね、実は後ろにすごいんですよ。なんかちょっとテレビ撮影してるみたいな感じでね、照明の方もちゃんとね持ってやってくださってですね、観客の方も、本当ですよね、観客と照明。いや、僕もバータグさんはいろんな知り合いのミュージシャンから名前をお伺いしてたんですけれども、どんなお店なんだろうなーってイメージしてたら、やっぱりみんながいい店っていう理由が分かりました。最高でした。最高でした、本当にね。え、最高でした。いいお店です、はい。そしてアロさんも今日お話聞いたんで嬉しかった話は、なんか那覇からちょっとごめんなさい、沖縄に来た時に蕎麦屋さんに入って食べた時に、うん、僕のちょっと美味しい午後早起しでしたっていう早起そばの歌があるんですけど、 それを思い出してくださったみたいで、思い出しましたよ。3日前に沖縄に入って、1月の5日ですよね、はい、もう沖縄に入りして、うん、で一番最初にやっぱ沖縄そばを食べに行った時に、はい、もうお腹いっぱい食べて、はい、それがちょうどもう1時回っていて、うん、お腹いっぱい気持ちいいってなった時に、うん、早起シエスタを自然と歌ってたんですよね。僕もいつもペンの歌が大好きで、そして今日は渡り鳥の歌も大好きだったし、ちょっとタイトル忘れました。1曲目のなんかね、そのとも自然を歌った歌も最高でございましたので、はい、アロさん、今日僕アップしますので、明日か、はい、アロさん、明日明後日予定はどちらでありますか、ライブは。8日ですね、土曜日に、うん、首里のアルテ崎山で歌わせていただいて、はい、で、ここ、明後日、日曜日に、はい、寺子屋ですね。あ、それこそバサラさんと初めて会った、はいはい、寺子屋ですね。寺子屋に歌いに行って、はいはい、月曜日の祝日に、はい、コザおジターヌ、あ、もう全部僕の知り合いばっかりですねおで、今回の沖縄ツアーはあと3日間っていう感じでお届けさせてもらいます。はい、もう本当にアロさん、またご一緒できればいいなと思ってますので、はい、本当にいろんな地域でバサラさんとお会いしたいです、はいはい、ということで今日はまたちょっとこう深まったお二人でございますので、はい、山梨にも来てください。はい、じゃあ皆さん、できれば最後にですね、私サラバンジっていつも言ってますので、はい、じゃあ行きますよ。最後に僕がせーのって言ったらサラバンジって言ってもらえたら嬉しいです、はい、じゃあ皆さん、今日も一日サラバンジ斉藤さんが最後に映った